はい、皆様どうも、マフロです。それではケリヒメスイーツ続きをやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、最近ですね、スマホの、スマホで動画を撮ろうとするとちょっとノイズの方が入りまして、ちょっとそれが回復するまではちょっと動画撮るのやめようかと思ったんですけど、結構見てくれてる人がいるんで、多少ノイズが入っても、撮ることにしました。ノイズが不快な方は、ご視聴をお控えください。はい、じゃあですね、今回から、ですね、2周目っていうことで、クリアしてるところなんですけど、一番難しいところやっていこうと思います。で、まだこのテクニカルバトルですね、これはノーマルバトルをクリアすると出てくるところなんですけども、これが出てないところもありますので、こういうところ、こういうところは一番難しいところで、ノーマルバトルをまだクリアしないところはそれの一番難しいところをやっていこうと思います。で、ノイズの方で騙されてたじゃないわ悩まされてた間ですね、もう、ちょこちょこってやってたので、レベルはかなり前回より上がりました。30ぐらい上がったのかな。で、仲間もちょっとだけいろいろ増えました。ちょっとだけいろいろとかし、これか、赤面さんとウマスクさんが増えたのかな。あ、陰陽師さんも増えましたね。そんなところかな。はい、あと、ちょっと課金をしてしまいました。誘惑に負けて、無課金ではなくなっちゃいました。何に課金したかはちょっと秘密ですけども、それだけ言っとこうと思います。はい、じゃあ、期間限定のこの幽霊戦からやっていきましょうかね。はい、じゃあ一番強い人でと思います。そしてメンバーは、普段あまり使わない人たちメインでやっていこうと思います。毎回ね、同じような戦法じゃ面白くないので、まあ自分も普段今選んだ人たちあんまり使わないので、かなり失敗する可能性もあります。そうか、武器全然鍛えてないもんな。これやばいかな。あ、しまった普通にぶつかっただけになっちまった。ちょっと倒せた。まあここ一回クリアしてるので、ちょっと17蹴り以内はちょっと無視したいと思います。ちょっと思ったよりきついかもしれません武器が全然育ってないからね、普段使ってないから。まあやってるうちに強くなるでしょう。できればね
かされてないんだけど。やばいんかな、これ。レベルは全員上げたんだよ。全員200超え、134に苦戦してるようじゃダメでしょ。しかも当たってねえし。あー、これ思ったより辛いな。お、よかった。クリアできないかと思ったよ。こんなところでコンティニューは使いたくねえ。あ、この1しか出てないスケットか。わざと弱い武器使ってる可能性がある。なんかイベントで手に入れたら弱い武器があるんですよね。あ、これはまずい。これ一人ぐらい強いの入れた方がいいか。超やべえ。これはやばい。ステップさん、威力を見てください。一番上にいたから、すぐに飛んでいた。ダメでした。すいません、やり直します。怒って帰ったよ。やっちまった。そう、助っ人さんを強いのを入れれば大丈夫だよね。蹴飛ばされた。よし、そうしよう。ドレス重視じゃなくて攻撃力重視で見よう。そうだな。ゴンさんが一番強いんですけども、ちょっと攻撃範囲が広い人の方がいいので、
ゾゾさんで聞かせてもらいます。さあ頑張ろう。こんなとこでつまずいてたら普通のステージができなくなっちゃう。普段使ってないメンバーだから勝手がわからん。ちょっと格闘家さんはここでは不向きなので変えます。蹴飛ばされて、複数回攻撃にしても、ちょっといつも使ってるサイボーグさん入れさせてもらいます。もういい加減本当にクリアしないと。ここじゃない、範囲が広くて複数回攻撃の
よし、今度こそ。あ、5じゃない、5はやばい。うん、助っ人さんも複数回攻撃できる人で、ほんとクリアします2回も失敗してるし、やばい。早く普通常ステージ行きたいのに。
さん使ったと。よし、もっとやってた。よし。苦戦すぎだろう。やべえ、ここだけでもう終わってしまう動画が。許可許可。さすがにこの辺で苦戦しないと思うから。パーの、今、マフロさんは、相性がいいことになります。よってダメージ量が増えます。よし。入れた。普通にやって手に入れた。さすが金箱ドロップの多いドレスの人だった。よし、じゃあ2どんどんやっていきましょう。ケラレーゾンさん、でもやばいな、もう25分だ。あと5分でどこまでやれるか。他の人も
ンチのランドセル。意外と取ってないもんですな、クリアしてるのに。また出てくるってことは。刀が出ました。今3やったんかな。はい、じゃあ4。あー、この4で終わりそうだな。ありますかね。思ったより苦戦し、幽霊戦で苦戦したのがね、予想外でした。強化して終わります。
はい、それでは、ドーナツ平原の5からですかね、次やっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではさようなら。